あ、鶏肉？いつもの胸肉。244g、163円。おお。163円やで。ちょっとめっちゃ凍ってるわ、今日。ほんとや。解凍のやつや。あ、いいね、でも。めっちゃ切りやすいんやけど。なあ。大さじ1ぐらい、醤油も1ぐらい入れすぎたかな。手嫌やな。手嫌やなってちゃんと言う。醤油かけすぎた気がする。醤油、うん、ちょっと置いとく。はい、凍ってるし。キャベツ、うん、キャベツ67円やったよ。チョコボールぐらいね。確かに。おお、ぴったり笑顔を見せてくれた。3分の1個。3分の1個ではない。どう考えても違った。キャベツも塩振っておいておきます。キャベツって洗う必要あるのかな。確かにね、万が一中に毒が入ってるかもしれない、うん、食べんよそれはもう。お塩、何ができるやろ。浅漬け？違うよ。なんかよう見るやろこれは。寂しい、そんなこと言われてると。はい、オッケー。スープ、スープ。お、え、トマト、トマト、トマトのスープ。トマトのスープ美味しいんかな。疑ってんの。トマトのスープ、うわ、綺麗。半分だけ使おう。もっと高いんやけどさ、うん、無性に食べたくて買っちゃった。だ、無性に食べたくなる食べ物ってさ、うん、トマトとマクドナルドだけよ。だけじゃない。あ、何してんだろう。謎の時間の無駄な8秒間やから。鶏ガラスープ、うん、鶏ガラにしよう。胡椒、胡椒、完成、完成。玉ねぎさん、うん、生姜、うん、冷蔵庫の隅っこに残ってた生姜。うわ、生姜いいな。お、ピーマン、ピーマン、いいんですか2枚も。ね、すりごま、うん、すりごまなくなっちゃおう。これは美味しい。食べんでもわかる。片栗粉。え、辛いやつ、うん、最高。辛いやつに近づいたらいいなって。あの中華料理屋で見る、そう、辛いやつ、辛いやつ。え、結構入ってない。いや、でも辛くていい。最近よう言うような辛いの。最近めっちゃ辛いの食べたいの。ストレス溜まってるんかな。あ、いい匂い、唐辛子。ほんとや、換気扇、換気扇忘れない。いや、でもめっちゃ唐辛子のいい匂いね。うん、うん、タレ作り、タレ作り、これ入れすぎたからな。 1.5 ぐらい、お酢も1ぐらい、お砂糖も1ぐらい、ちょっと水入れよう。タレ完成。
おお。玉ねぎも入れちゃおう。生姜も。玉ねぎと生姜が入りました。はい。ピーマン入れます。はい。美味しそう。わ、え？バタピー？うん。なんか見たことないピーナッツ。ピーナッツ探したらこれしかない。これしかなかったわ、嘘やけど。もっとあるよ。入れまーす。あとでもうちょっと入れよう。カシューナッツの代わり。まあそうね。ほんまはカシューナッツがいいよ。カシューナッツ高いもんな。高いんだよ。はい、タレかけまーす。これやっぱあの片栗粉が入ってついてるからちょっととろみっぽくなるんで、そうそうそう、普通にバタピー食べてるよ。え？どれぐらい塩気があるんかなって見ただけ。ああ、うん、そうやで。でもなんか全然辛くなさそう。確かに辛くはなさそうだな。やっぱ激辛食べたくない。1ミリよ。ラー油。多少。おお。しびれる系ね。うん。これいっぱい入れていい？いいよ。好きなんよ。山椒もちょっと入れちゃう。いい匂い。いい匂いやね。めっちゃ漂ってきた。な。はい、完成です。美味しそう。完成。いただきます。ちょっとまずこのじゃトマトのスープから。美味しい。トゥルットゥルやな、トマト。嘘、トゥルットゥルなってる。ちょっと早く入れすぎた。うん。なあ。とろっとろ。やろ。このキャベツ。うん。ちょっと塩少なかったかな。いや、ちょうどいい。うんうん。これは本当1億2000万人が好きよね。そんなことないと思う。え、これ？うん。これ辛いんかな。ね。うん。うん。しびれるわ。いい。いいね。すごくいい。だから、歌唱たちが生き生きしてるな、うん、もうもうちょっと唐辛子やっぱ頑張ってほしかったな。確かに、汗が吹き出るほど辛くはないけど、うん、なんやろな、ミストサウナみたいな。さすがにピンとこんな。自分で分かってた。うん、昔から汗かかへんのよな、羨ましい。あれ貧血じゃなかったっけ。うん、貧血やっていう。関係ある貧血。いや、どうなんやろ。あんま見たことないけど、倒れたことあるやろ。めっちゃある。倒れるって気を失うってこと？そうそうそう、全く覚えてない。へえ。一瞬やけどな、脳貧血ってやつ。え、どんな感じ？でもほんとね、慣れてくると、あー、もう倒れるってわかんない。ちょっと座るの遅かったら倒れてんだ。まだいけるかなって思ってたら、もう地面こことか。へえ。朝礼とか。あー、朝礼で。うん、一番身長低いから一番前やからさ、遮ってくれる人いいね。こう倒れるだけやもんな。前の人いたらこうなれるけど、前で喋ってる先生めっちゃ怖いもんな。倒れて結構すぐ意識は戻るんやけど、でも体は動かんねん。だからぼーっとしてる間に先生にこう抱っこされるっていう。へー。うわ、この先生かって思いながら抱っこされる。もっとなんか趣味とかオタク気質な部分が うん、ありたかったなと思う。あ、わかる。なんか昔からちょっと収集癖はあるんやけどさ、極めきれはせんのよな。昔は一円玉集めんのと、あのセミの抜け殻集めんのにめっちゃ凝ってた。へえ。むっちゃ集めてた。セミの抜け殻集めて、たまに綺麗なやつを
置いといて何年の抜け殻っていうちゃんと貼り付けて箱に貼り付けて何年何年何年ってあ、それだいぶ好きやな。うん、年またいで集めてたから箱いっぱいに怖っ親からしたらでも今思うとやっぱもっとそれをちゃんと研究というか、したかったなって思う。あんだけ集めたんやから。もう結局やっぱご飯をさ、おかわり行くやろ。だからじゃない、痩せれないの。行かんときゃいいや。ん？行かんときゃいいや。いやいやいや。なんでこっちが悪いみたいな言い方。いやいやそんなわけないじゃない。目の前に玉手箱あったらさ、開けるよ。ねえ。だって確実に幸せになれるんやで。2杯目行ったら。ああ、そら行くよ。そんなにやったら行った方がいいわ。うん。ごちそうさまでした。美味しかった。食べた食べた。次はもっと辛くていいかもな。本当に火吹くぐらい。あかんよ。どういう原理だ。でもマジで辛いやつってストレス発散にいいって言うもんね。うん、なんでそんなストレス溜まってる。怖いわ。いや溜まってないんやけど。いや俺全く溜まってないの本当に。でもおかしいな、辛いの求めてるよ。溜まってるやん。何かしら。